シルバン・ディリエは、スイス、バーデン出身の自転車競技選手。2014年と2015年の、チームタイムトライアル世界王者。2009年、スイス選手権、ロードレースの U23 部門で優勝。2010年、AG ニア・ R ・ラ・モンディアルの下部育成チームである、シャンベリー・シクリズム・フォーメーションに加入。スイス選手権個人タイムトライアルの U23。 部門で優勝し、U23 スイス代表にも選出され、世界選手権にも出場。結果は、個人タイムトライアルで40位、ロードレースはリタイア。2011年、オーストリアのコンチネンタルチーム、フォアアールベルクでプロデビュー。オランダのアッペルドールーンで行われた、世界選手権、トラックレースに出場。団体追い抜きで12位、ポイントレースでは8位入賞。 ヨーロッパ選手権、トラックレースにも出場し、U23 部門のマディソンで優勝。ロードレースではスイス選手権個人タイムトライアルの U23 部門で2連覇を達成した。2012年、スイスのアマチュアチーム、EX レーシングに移籍し再び、アマチュアライダーになる。トラックレースでは、ヨーロッパ選手権、トラックレースで個人追い抜きとマディソンの2種目で、金メダルを獲得。 ロードレースではスイス選手権個人タイムトライアルの U23 部門で3連覇を達成した。またツールドラ・ブニールでは第1ステージで優勝し総合リーダージャージを3日間着用した。しかしトップ10入りを目指していた世界選手権ロードレース U23 個人タイムトライアルでは28位に終わった。2013年翌年のプロ入りを目指して BMC レーシングチームの下部育成チーム、BMC デベロップメントに加入。ツールドのルマンディで総合優勝し、フレッシュアルデネーズでも優勝した。シーズン前半での活躍が認められ、8月から BMC レーシングチームのトレーニーになる。BMC レーシングチームの一員として参加したツアーオブアルバータでは、第2ステージで区間優勝し、翌年の正式契約をつかんだ。 チーム所属1年目から活躍し、グロサープライスデスカントン・アールガウで2位、ツールド・アロニーで総合3位、バッテンホールサイクラシックスで9位に入る。スペインのポンフェラーダで行われた世界選手権にはチームタイムトライアルに BMC レーシングチームの一員として出場し、世界チャンピオンに輝いた。その後、ロードレースにかけて個人タイムトライアルを出場しなかった。 ファビアン・カンチェラーラの代わりに、個人タイムトライアルに出場して18位に入った。2015年、ジロでイタリアに初出場し、総合52位で完走。翌月行われたスイス選手権個人タイムトライアルで優勝。世界選手権には、2年連続でチームタイムトライアルに、BMC レーシングチームの一員として出場し、2連覇を達成した。2017年、 ジロでイタリア第6ステージにて、ジャスパー・ストイベントの一騎打ちを制して、初の UCI ワールドツアー及びグランツールでの優勝を獲得した。7月には、ルートデュース誘導で総合優勝した。2018年、クラシックレースの強化を図る AG ニアール遺跡。ストラーデビアンケでは、落ち射し、親指を骨折した。しかし、4月のルートアデリドビトレで復帰し、 いきなり優勝。パリ・ルーベでは、レース開始1時間後、集団からアタックして、逃げに乗り、残り 53km で集団からアタックしてきた、世界チャンピオンのペーター・サガンとゴールまで逃げ切り、2位に入った。ジロで、イタリア・ブエルター・エスパーニャ。ありがとうございます。